繰り返す日々の中で大事にしていたものを並べてみても、何かを失ってしまったような気がする。私はいつも失ってから気づく。遠い日のいつか言われた言葉をなぜか今思い出してる。その問いにどう答えたか今ではもう忘れてしまったけど。シャオユは、シャオユはどうしたいの？私は引っ越したくない。でも名前などないが、長い道を来た、揺れる。全部お姉ちゃんのおかげだから。ルルに何がわかるの？両方失うわよ。そんなことないよ、これからだって。なんでそんなこと？だってリモ君と離れたくないから。様式のような光や色を抱いてさ。